耳にはクリアできるかな、配信者待ってますということで、こんにちは、レルです。50人ゴールしてるからまあまあできんじゃない。転生してきたユウさんっていう方からもらいました。クリア時間に2時間ちょっとかかったから少し簡単にしましたってことなんで、まあ、ちょっと早くゴールしたいけど、ほうほうほう、これ周期一緒？怖いね。周期は全部一緒っぽいから、あーマジか。だからタイミングは結局一緒ですね。ほいほいほいからの OK でチェックポイント。ゴールどれだ。でこっからはバージョンっぽい。帰ろと。タイミングが若干必要かもしれない。雑に行きすぎたな。 OK でこれはバージョンじゃない。あよいしょよいしょ OK。 ゴールはどれなんだ。上かな。でこれに乗ってこれね。これは何なんやろ。あて。OK。え、右から行っても左から行っても一緒っぽいですね。どう行くんやろ。いけた。いやー、タイミング。まあまあ、チェックポイント。まあ、チェックポイント結構後ろやな。そう思ったら。もうサクサクサクっとこれいけるっしょ。あ、せやねせやね。で、さっきと同じような生き方でいいと思う。ちょっと待って。下手すぎんか。へい。あ、で、上ありますね。上がどんなコースなんやろ。この時点で2分かかってます。ちょっと怪しくなってきました。で、これね。ん？どれだ？あそこか。OK。で、こっからは。見せるかあんのそれ。ってことは、ありました。これ結構上までいけるよね、多分。あら。あ、これ正規じゃないかもしれない。もしかしたら。上に乗る。え？OK。チェックポイントありますね。落ちないように。あ、そうか。え？違うな、違うな。あれ？ここは左ルートの簡単じゃね？どう見ても。どう見ても左ルートのは簡単なんですけど、ここですね。さあ、なんだこれ。どこにある。なんかある。あ、え、向こうにありますね。あ、こういうことか。ここか。やばいやばい、10秒しかない。いけるか。ギリ間に合いそう。次の周期でいきましょう。オッケー、ありがとうございます。イエローケーキス71人クリアしてますね。ディスコードから行きました。難しいマップらしいです。ですが71人クリアしてるということはとクリアできるでしょう。お、優しいね。こんなとこにチェックポイントこんなとこにチェックポイントある。これはね、多分ね、でしょ。これは多分ね、まあ、インポッシブルなんですけど、本当は。難易度。これは完全に、難易度、バグってるな。こっちが早いね。
インポッシブルじゃない気がします。 OK。 しかも しっかりチェックポイント置いてあるしね。まあ難しいと思って取ってきたんですけど、あ、そうじゃないわ、難しいと思って取ってきたんですけど、もしかしたらちょっと一発クリアできるかもしれん。でも難しいね。あ、これあのタイプやん、ランプで避けれないやつやん。あ、いける、でもいける、あ、いけるわ。あまあでも早くたどり着きたいですね。うわー難しいわ。あー、ワンチャンいけせったね。よいしょ、ここでほい待って、でもいけそうなよね。それでここで難しいの来ましたね。あー難しい、若干難しいよ。これでいけるね。インポッシブルの完全に悪用じゃないけど。オッケー。で、チェックポイント取って、これは関係なさそうかな、もう。で、風でいくと。あのフリッパーを使って、ちょっと危ない。よいしょ。あのフリッパーを使って、OK。チェックポイントって、ゴール見えましたね。ってことは、まあまあもうすぐ、お、後ろ向き、珍しい。これは、ゴール見えましたね。これは下くぐれますね。ナイス。ヒットメアサバイバル、こちらも難しそうなのを持ってきました。ディスコードからです。ゴール見えましたね。一番上ですね。これはいや、こっからじゃさすがに届かない。なんか回ってないけど大丈夫？え？風起きてないけど大丈夫これ。多分、なんかスタート時に、ちゃんと反応しなかったりするんですよね。いや、これとか通れんけど。あ、オッケーオッケーオッケー。え？グダグダやん。何これ？急に動いたりするかもしれんけどさ。え、てか動いてくれんと俺進めなくない？いや進めるわ。からですね、あ、ミスった。ん、何これ、まず意図的にバグらしてあるかも。待って急激にむずくなったんすけど。待って、これちょっとさ、自分の推理が正しければこの動かない前提でコースを作ってるかもしれないです、この人。なんでめちゃくちゃ難しい。これいけなくない？多分この風に当たらずに。こうやろ、無理じゃない？あっちも動いたけどさ。いや、どういうこと？無理ですね。ちょっとやり直します。ノーチェックポイントなんで。
チェックポイントはゼロらしいです。それやばいよな。でもパッと見これ前提で作ってる気がしてきたんですよね。やば急に動かないで。これ前提で作ってるかもしれないですね、この人。まあちょっとこれね、だってこれとかも絶対無理やもんな。進めなくない？あーでこれでもわからん、わからんな。これちょっと申し訳ないけど、いやでもそうですね、やっぱりこれ動かない前提で作ってありますね、きっと。なんでもいい、ミスったらやり直しやね。はい、絶対せやわ。ほう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 、多分サバイバルって書かれてるんで、あでこうやってミスっちゃったら各地でね風が起動して、もうワンリスポーンでしか行けないよって感じのコースやと思います、多分ね。でこれも絶対行けないと思う。まあちょっとグリッチコースみたいな感じですね。エクストリームにはなってるけど、グリッチコースみたいな感じやと思います。どうやってやるんやろね。僕はねこの作り方を知らないんですけど、こういうコースもなんか動くまでラグらせるみたいなやつね。だからブラストビュンブラスターとかもね全然動いてないし、風とかね特にあそこの斧も動いてないし、これが動く前に行けということですね。でこの風も多分一回ミスったらこの風も通過できないようになってると思います。はい、いいね。ここでミスれないよ。さっきどこでミスったっけ？ここでミスったっけ？次がわからん。あ、ここでミスったわ。オッケーオッケー。え？え？動き始めるから多分、ビューンブラスターより先にパンチングが上がるやと思います。一発で決めないと多分ね、いけないかもしれん。何これ、ちょっと待たないとダメかな。ていうか、ま、もう1分半以上経ってんねんけど、これ何これ何なん。2分ぐらいだったら動き始めるんじゃない、もしかして。ちょっと待っときます。が動き始めた。いや、わからんわからんわからん。あ、動き始めた。おもろいな。3分10秒ぐらい。で、ミスれない。オッケーオッケー。で、これで、え、これどうすんやろ。あ、いけたいけた。面白い。ブリッジですけど。お寿司を食べよう OWT さん、ザ・メイズ・フロム・ CC ・サクラ、なんかキャプチャー、なんちゃらキャプチャー・サクラ、ちょっとわかんない。ただの迷路です。進むことさえできれば他の操作はほぼ必要ないです。最後にドアがあるのでそこだけジャンプ。コースまでのコースはランダムで、ゴールまでのコースはランダムで変わります。動画映えしないので採用おすすめしませんが、時間かけて作ったので送らせてください、らしいです。
愛用いたしました。あとね、この人ね6つぐらいコース送ってきてるから、今日はこのコースやって終わりかもしれん。なんか一番左がさ、だいたい正解ってみんな言うよね。一番左が正解かもしれない。ちょっとこの透けて中が見えますね。中見つつ、もう左から行こうぜ。合ってるんじゃない？迷路ね、面白いっすよね。あ、っていう。あー。それ、ある？わかったわかった。これが、ん？さすがに無理か？え？これが正解や。だとしてなんな？違うな。ことは、次右から行きます。真ん中ありえなさそうなんやな。いや、勝手な想像ですけど。さあ、右の奥から調べていきますね。ランダム。ゴールまでのコース、ランダムで変わる。うわぁ、めんどくさいな。ドアをランダムにしてるって感じかな。よっしゃ。奥はなかった。これ、奥ある？こっち、あ、曲がれるね、曲がれるね。で、結構めんどくさい迷路来ましたね、これ。しかも毎回変わるんか。で、これスタート地点もしかして。ん？ごめん、どこ来たか忘れたもん。動画映えしないのはそうかもしれん。これ正解を引き当てるまでさ、あ、そこじゃない。正解を引き当てるまで打つわけにはいかないから。ん？ここら辺多分正解じゃない？違うかな？違うか？で、ここは？お、ゴール見えましたね。向こうじゃない？ゴールやんね。いや、違うな。ゴールじゃないな。もしかして戻ってきた、これ。これ戻ってきたかな。わからん。まずどこ行ったらいいん、これ。ゴールの位置をね、見た方がいいかも。あら。さっきのとは違うか。ははは。これは意味不。迷路系はすごいみんな作りますよね。自分も迷路作ろうかな、一個。しかもこのドアによって当たり外れ、あ、ゴールあるわ。向こう側にじゃあ進めばいいんですね。あと20秒しかないですけど。コースが変わる迷路って面白いですよね。まあドアによってその、ドアをランダムにできるんで。え、待って、もしかしてゴールできる？ 10秒。え、いけるじゃん。え、いけた。いけました。ギリセーフ。失礼いたしました。お寿司を食べようさんが6つ送ってきたわけではなくて、この方が5つ送られてますね。なんか、ちょっと、繋がってるように見えて、6つ送られたかなって思って、この方が5つ送られてるんですけど、ちょっとね、申し訳ないんやけどね、上に書いてあった2つね、これフォールマウンテンって書いてるな。クラマオや。上に書いてあった2つ、今のところね、反応しなかったというか、その、コードが無効になってたんで、消されたかコード間違えてるかですね。なんでちょっとプレイできないんですけど、5つあるうちの今3つ目ですね。3つ目をプレイしております。これ最初なんですけど。なるほどね。多分ね、他の2つもね、なんかのステージの再現やと思います。なんかめっちゃ奥まであんねんけど。あ、ハンマーで飛びすぎたらっていうやつ。しかもハンマーでしかゴールできないけど。ほう。え、そっからもゴールできんの？こっからもゴールできるんですかね。
クラウンマウンテンのミニサイズですね、ちょっとだけね。おい、まあさすがにそれはないか。なんかさ、一時期さ、ここに足引っ掛けたらゴールできたよね。ゴールの近くまで来たよね。あ、これショートカットなんだ。そこがいつも使うハンマーですね、クラウンマウンテンで。で、このハンマーがクラウン掴むやつの代わりですね。ほい、ありがとうございます。同じ人ですね。あなたのスクワットは通過できませんって書いてますね。フライングアドベンチャー、これは難易度高めらしいです。ちょっと申し訳ないんやけどね、2つしか遊べないですね。コード5つ送ってもらってるけど、他のコードは執行しちゃってるんで、まあなんか消したかもしれんね、こんだけ執行してるのは。打ち間違いこんなにする？で、これは難易度高めらしいですけど、いけそうですね、割と。なんかこれもクラマウチックやな。これクラマウ意識してるやろ。え？あ、終わりや。ボール運ばれて、お、最後これボール乗らな無理やな、多分。出た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 。これたまにやってる方いますよね、ボール乗り。なんか、下に落としたら、ボールって、消えないらしいんですよ。え？もしかして？下に落としたらボールって消えないらしくて、で、ボールを一個だけその、場面に出して、あとは全部落としたらね、そのボールが永遠に残り続けて、そのボールを使ってクリアするみたいなのもね、あるらしいですね。うわ、難しい。難易度高めは最後めちゃくちゃ難易度高めやん。ちょっと施工できないかな、ズルできないかな。どっかからさ、こっち側とかもしかしていけんかなって思うんですけど、え、むずすぎんか。ちょっとボール乗る必要ありますね。すぐにジャンプしちゃダメかも。これむずすぎん？むずすぎません？急に難易度上げてくるやん。へぇ。ちょっと、焦ったらあかん。ズルできないかな？ズルできないかな？一応見とく。ガチでむずいんやけど。若干ね、若干乗れそうなとこあるけど。このさ、裏に乗ったらさ、ゴールまで、いや、行けなさそうやな、でも。いや、マジでむずい。でもなんか左の方が見やすいっすね、右より。自分大体なんかルート分かれてたら左行く癖あるんですけど。よっしゃ。距離感分かりづら。この最後が難しいコースになっておりますね。いや、マジで難しいんやけど。行ける気せんけど。いける気がしないぞ。ちょっと落ちるときらへんに。OK。え、マジか。めっちゃ惜しかった。行き方は今のですね。ちょっとだけ前出た方がいいんかな、気持ち。来たときにね。うわぁ、ラスト1回。10秒ですね、あと。次行きます。いけた！ナイス！リョウカイザーさん。Use your head。頭使えみたいなやつ。4つあるらしいけど、2つコード被ってるし、1つちょっとね、読み込みができなかったから、
できないっすね。これはなんだ、合ってる？え、意味わからん間違ってた、もしかして。あ、いやいやいや、それはね、踏んじゃあかんとこや、多分な。踏んじゃあかんとこなんで、こうやって、なるほどね。でどういうことやろうねどういうことだ。いや、でも乗れるっぽいな。オッケーオッケー、乗れた乗れた。あの、なんか難しい、一番難しいやつね、フォートが間違えてるかもしれん。それか消したか。これ何したらいい？これちょっと意味わからんねんけど、あ、全然落ちたらいいんだね。これ多分下行ったら積んでるやつ？いや、風があるか、でも。はい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 。これは別に上に登らずに、この下に行ったらいいんやね。見えない。あ、ゴール見えましたね。オッケー、ラストリリーリーパーや。何やってんのこれラストリリーリーパーが、え、だいぶなし、もしかして。ん、な、謎なんか若干これ右肩向いてない？いや、むずいんすけど。これはどういうことやろうね。ライブやね、多分ね。あー、ん？最後に難しいやつは置いてるね。届かないんやけど。ってことは、多分、こういうことや。オッケー。ちょっとダミーでしたね、左はね。といきます。リョーカイザーさん、ユースオブステックルス。ちょっとごめん、俺ね、英語の意味わかんないから、何を使ったらいいかわかんないけど頑張りますあ、これはハンマーかな。ほう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 。どっか遅いとことかある？全部一緒っぽいですね。さあ、ちょっとタイミング悪すぎん、これ。どうやっていく？全部一緒？全部一緒っぽいな。あ、でも、え、一緒か。一緒やな。え、難しい難しい。オッケーオッケー。難しいと言いつつ、ほいほいほい。オッケー。これは何だろう、間入る系かな、多分。これか、この上にまず乗れるか。乗れない、乗れなさそうですね。ってことは、この間に入るんやと思う。よいしょえ、それか、こうか、もしかして。待て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 、なんかさっきもさ、似たようなコースをやった気がする。よいしょよいしょよいしょ。違うかな、なんかこのこういうコース見たことあんねんけどさ、やったことない、もしかして。いや、わかんない。ほい、こうですね。オッケーオッケー、チェックポイント取れた。え、なんか俺やったことある気がすんねんけど。え、全く同じコースでやったぞ多分この方ね、4つ送られてるらしいですけど、ちょっと1つはね、
コードが全く一緒のコードを送られてきてるのと、もう一つは読み込み不可能なんで、ごめんなさい、二つになりました。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。